マシマシチンパンジーということでね、やってまいりましたけど、マシマシとはですね、ある業界では何かを加えたり足したりするときにね、使われている単語のようですね。今日のマシマシはこちら。朝の餌リズムマシマシのですね、これ16番目、カラーボールの中、過去バナナインと書いてありますね。一体どういうことなんでしょうか。ご覧ください、どうぞ。はい、少し前にですね、カラーボールを初めましてで使ってましたけれどね、その中にですね、ちょっと切り込みを入れて、結構チンパンジーの中ではね、大好きな餌の、分類に入るバナナをですね、切ったのを入れてきますね。こんな感じですね。はい、前日にね、夕方の収容で、カラーボールの中にはちょっといいことあるなっていう感じのね、のがあると思いますので、ね、今日はこんな量をね、普通の餌大きめな、他のものとね一緒に、あと木はですね、これ山桃が入ってますね。結構どれもボリュームな、たっぷりな餌になってますね。はい、こんな感じで、出て左側にはですね、ちょっとペレットを置いて、たたきのところにはですね、これ山桃を置いてみましたね。そして見えやすいところにちょっとトマトをちょっと配置して、オスが出てきたいなと、というところにカラーボールも置いてみましたね。 H コーには結構たっぷりです。結構ところどころに大きめなやつが配置されていますね。ちょっと、まあ、ぐるっと外側にもオスがこっちは回るでしょうけどね、外側にも、カラーボールを出してみましたね。遠くのところにも見えやすいところにこうやってね、カラーボールを配置したという感じですね。そしてチンパンジーが外に出る時間ですね。リュウとオと小ちゃんが走ってきましたから、リキ、チャーリー、リキがちょっと遅れながら、カズミさんが左の、ペレットを行ったでしょうかね。ハッコさんも行った。そして結構やっぱりみんな前のめりで、オスがまずはですね、カラーボールをまずは目につくところを探してということで、コエちゃんでしょうかね、上にいましたね。これは竜が、トマトを2個、オレンジをということでしょうかね。やっぱり丸ごとがやっぱり一番印象的なんでしょうね。そしてこちらは、これはコエちゃんでしょうかね、カラーボールを1個取って、他のに取れないように上の方に登って周りを見てますね。アッコさんもその間、オスがそうやって行ってる間にちょっとイチコの大きめなのを取りながらタワーに行くということでしょうね。はい、こちらはリキでしょうかね。遠くの方に丸ごとを持ちながら、ここでカラーボール他のものが見つかったみたいですね。タワーに残ってるのはカズミとチャーリーでしょうかね。大きめのやつがね置いていましたんでね、赤ちゃんも抱っこされながら大きめなやつをゆっくりと、チャーリー、カズミが、そしてアッコさんもこっちには大きめなのがね、タワーの下の方にはありますんでね、アッコさんそこを取ってくれればなと思いますけど、ちょっとオスがね、テンション上がってる気にしつつ、遠くの方外周は竜が行きましたかね。アッコさんもこの大きめの、果物を、タワーでゆっくりと食べれればいいですよね。はい、そしたらこちらチャーリーですね、食いしん坊チャーリーがですね、カラーボール、大きい果物を取りながら、カラーボールのちょっとですね、上で青いカラーボールも人に渡せないよう、青をちょっと落としちゃいましたけどね、青、黄色、赤全部抱えながらね、青を折っちゃいましたね。欲張りな食いしん坊チャーリーですね。はい、そしてまたまた食いしん坊チャーリーですね。もう全色集まろうとしてますけども、ちょっと嬉しそうですね。はい、その横で、あー、子さんもやっぱ H コーの大きいやつをチャーリーの横でこうやってゆっくりと取れればいいですね。オスはカラーボールに行ってる間に、あっ子さんなんかがちっちゃいのチビちゃんもそうやって大きめに切ったやつを、はい、そしてみんな一周してからは、リキですかね、こっちスマモも取りに来てますね。やっぱスマモも結構、好きな分類に入るものですからね、残さずみんな目ざとく食べてますね。はい、どうだったでしょうかね。カラーボールはなかなかね、やっぱインパクトがあり、他に果物をねちょっと大きめに切ったのもね、アッコさんとかチビちゃんもね、その間にオスがカラーボールに行ってる間に食べれるというの意味では良かったんじゃないでしょうかね。あとチャーリーのね、食いしん坊さが嬉しそうでね、何よりな映像もありましたね。はい、引き続き、いろいろなね、方向から、動物の気持ちを動かす餌やりにもね、
気をつけていけたらなと思っていきたいと思います。はい、今日はこの辺で、マシマシは続きます。それではさようなら。